では帝国になりましたので、始めさせていただきたいと思います。今日は改めまして皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。私はですね、東京、上野の近くでですね、東京 DD クリニックっていうクリニックと薬害研究センターっていう NPO 法人を運営しております、内海と申します。この度改めましてよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、その血液、その輸血製剤、血液製剤を考えるというようなことで、今回記者会見の運びになったんですけれども、本日ですね、午前中に厚生労働省の方に、現在のですね、輸血や血液製剤の危険性について考えて見直していただくということの内容を含めた陳情書を本日提出しまして、で、その後ですね、厚生労働省記者会の中で記者会見を行いまして、その記者会以外の方のに対する説明の場の記者会見ということで、この場をですね、設定させていただきました。お集まりいただきましてありがとうございます。現在ですね、血液輸血製剤、いろんなですね、120万人以上の方に使われていると言われておりますけれども、非常にその血液輸血製剤には重大な血管副作用があって、そのことをですね、隣にもいらっしゃる船橋俊介さんと一緒に、著書にも、執筆したりとかしたわけですけれども、そのような内容について、今日、厚生労働省にお伝えしたと。で、この度そのようなその記者会見というか、陳情をまずするように至ったそのきっかけというのが、そのお隣にいらっしゃいます、船橋のですね、その高橋議員が、自分のですね、ブログ、ホームページの中でですね、輸血の問題をですね、少し取り上げたところ、非常にですね、多くの書き込みがあって、いわゆる世の中的に炎上という、そういう状態なんですが、医療関係者や製薬業界の方中心に非常に多くのですね、抽象的な書き込みがあって、それもあってですね、実際にその多くの報道機関にも取り上げられて、今の党を離党するというふうにまで至ったと。ただ、今我々はですねその輸血がですね、危険だということに関しては、科学的に考えるとですね、特に間違いではないというふうな考えに至っておりますし、そのためにですね、今回ですね、もう輸血血液製剤を考える医療者の会というのを、任意の団体ではありますけれども、立ち上げまして、で賛同人として、多くの医師の方にも、名前を連ねていただきました。例えば、真由美貞夫先生、これは吉祥寺の有名な小児科の先生ですけれども、その他、小沢弘樹先生とか、森下圭一先生も、千島森下学説を訴えられている方で、国会でも、答弁されたことがある非常に有名な先生ですけれども、そのような方の先生方にも、連名いただいていると、そういう次第です。で、今回ですね、まずその我々としては輸血っていうのはですね、もう使わない方がいいという結論まで我々自身は考えてはいるんですけれども、その前にですね、まずその海外の事例研究、科学的な内容とか、それから照らし合わせても、今の日本の実情は相当おかしいんではないかというふうなことを提言して、まずその議論が巻き起こっていただきたいというふうなことも含めて、今回この運びになりましたので、ぜひ多くの方に、このようなですね、現実をですね、報道したりですね、周りの方に伝えていっていただければ、嬉しいかなというふうに思っております。で、今日の進行としましては、まずですね、高橋議員の方にそのブログのですね、炎上の中身とかですね、どのようなお考えでそういうふうなことに至ったのかというようなことをですね、ちょっとお話しいただきまして、その後にですね、大沼先生に、その今ですね、骨髄で作られている、血が作られているというのが、西洋学の基本になってしまっているんですが、それで本当にいいのかどうかというふうなことと、その輸血や血液製剤、あとはもう造血っていうことの矛盾点みたいなものについて少しお話をしていただいて、最後に船橋俊介さんに今日のですね、陳情の様子とかですね、あとはその著書に書かれているような具体的に海外ではどうなのだということとか、科学的なデータとしてはいかなることが挙げられるのかというふうなことをお話ししてまとめていただくと
まあ、そういう流れになっております。その後に会場の方に質問があれば質疑していただくというそういう流れで考えております。だいたいちょっと質疑の内容がどれぐらいになるのかわからないんですが、全体としては1時間から1時間半ぐらいの間ぐらいで終わるのではないかというふうに思いますので、よろしく皆さんお願いいたします。はい、では、早速なんですけれども、まず最初に高橋議員の方に、まあ、その今回ですね、かなり、まあ、新聞や、週刊誌などにも取り上げられたんですけれども、まあ、どういう経緯でどういうお考えで、まあ主張されていることもですね、まあ、特に間違いであると私には思えないんですけども、その辺のお話なんかを少ししていただきたいと思いますので、高橋議員よろしくお願いいたします。皆さん、今日はどうもありがとうございます。船橋の市議会議員をしております高橋博士と申します。実は私は今年の8月にですね、放射線照射をした血を輸血している現実というタイトルで、まあ、輸血の危険性についてのですね、書き込みをさせていただいたところ、まあ、圧倒的多数のですね、方から非難といいますか、まあ、そういったことはおかしいんじゃないかということで、コメントが殺到しまして、いわゆる炎上をしました。でその後ですね、まあ、新聞報道等でもありましたけれども、 NHK の方では、まあ、例えばそれも科学的根拠がないですとか、その誤解を与えるですとか、まあ、そういったコメントが紹介をされました。で実際私は主にですね、まあ、こういった、まあ、その科学的な根拠がない、あるいは誤解を招くという批判こそが、科学的根拠がなく、あるいは誤解を招く非常に、危険なコメントだというふうに思っておりまして、まあ、再反論といいますか、まあ、再度皆さんに正しい知識を知っていただきたいという思いもありまして、専門家の先生のご協力を得て今回の会見となりました。で実は今回の会見の前にですね、賛同人として名を連ねていただきたいと思いまして、広瀬照夫先生という、これは無血手術法という書籍を書かれた先生なんですけれども、お会いをさせていただきました。で、まあ、少しその先生の方でお話しいただいた内容ですとか、書籍の内容をご紹介したいんですけれども、その輸血の方はやはり異物を入れるという行為ですから、まあ、臓器移植と一緒でですね、まあ、本当はその、しない方がいいというふうにおっしゃられています。で、まあ、結腸増加液、大抵はリンゲル液のみで、まあ、十分というふうにもおっしゃられていました。で、まあ、書籍の中にはですね、ヘモグルビン濃度が 3g になると半昏睡状態、 2g で意識はなくなる、このような状態ででも止血が可能であれば回復できる、大切なのは循環血液量と心拍量の維持で、血圧収縮気圧 80mHg 以上の保持、正常脈酸化度 PO2 35mHg 以下に下げないことが大事だというふうに書かれております。でさらにはですね、まあ、通常輸血必要大手術という、その中にエホバの証人の方の手術の事例がありまして、2687人の方を手術をされて56人の方が亡くなられてしまっているんですけれども、死亡率は 2.1%、まあ、つまりもう何十年も前からですね、こういった無血手術法というのが確立をされていたわけです。しかし残念ながら我が国では、まあ、そういったことをですね、まあ、医療業界あるいは厚生労働行政が、まあ、怠慢というかですね、まあ、そのまま放置をしてきたまま、まあ、今に至っているというのが現状ではないかというふうに考えております。まあ、広瀬先生の方には一度は賛同いただいたんですけれども、この今回の陳情書のですね、括弧1の、まあ、輸血ですとか血液製剤の使用は、まあ、できる限り早い段階で禁止されるべきという、この禁止されるべきが文言としては引っかかられたようでして、と言いますのも、まあ、そもそもこういった無血手術をできるですね、医師の先生が、まあ、ほとんど日本にはいらっしゃらない、まあ、こういう現状があります。で、まあ、本日の午前中の、その陳情の中にも書かれてますけれども、この専門家のその、教育ですとか、そういったものもですね、歌ってはあるんですが、まあ、こういったことが今まで行われていなかったために、まあ、実際にはそういう輸血をしなくても手術ができるんですけれども、まあ、それがされていない現状があるというのが私は実態ではないかというふうに思って、今回こういった場を、設けさせていただきまして、お話をさせていただきました。ありがとうございます。はい、高橋君ありがとうございます。
では、次に小沼先生に、今日資料のようなものをいくつか、持ってきていただきましたので、それも少し使っていただきながら、輸血だけじゃなくてですね、骨髄移植っていうふうなものの、危険性とか、あと定説としての、造血説の矛盾点とかですね、あと、実例として例えば白血病治療の小沼先生はスペシャリストなんですけれども、どういうふうな、方法論があって、それが結局今の、血液治療の、無駄っていうものにもつながっているし、あと、ひいて言えばその輸血製剤を使うということの、無駄にもつながっているというようなことをちょっと少し具体的なことを含めながらお話ししていただいて、でその後船津さんのお話に移っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私は名古屋の方で30年にわたってですね、自然療法、要するに体質改善を主にですね指導してきて、今まで5000人以上の重症難病の患者さんの体質改善をして、なかなか面白い結果が出てるんですね。でその一部が皆さんの手元に、渡しました。この小さいこれはうちのホームページからね、一番上の症例から説明させていただきたいですね。まず論より証拠ですね。論より証拠この子は急性リンパ性白血病、茨城でね、茨城の国立大学の方でそう診断されて、即座に抗がん剤治療が始まりました。で抗がん剤治療をやっている間にこちらが脳腫瘍が発症しました。でさらに抗がん剤治療する。で両親はちょっと疑問を感じたんですね。で同時に脳外科の方で手術も受けました。ところが取り切れなかった。これが残ってる。これが13年の9月ですね、12日。こういう状態で私のところに来たんです。つまり一番左側の顔を見てください。とてもむくんでますね。これは輸血ですとか、同時にステロイド剤とか抗がん剤とか使った結果こうなってきた。最初からこうなってはいなかったですね。ムーンフェイスって言いますね。でこの状態で私のところへ通って毎日ではないです、週に何度か、週末に来ては何回かやるっていうような状態で、9月の隣の画像を見てください。これは20日ですね。ですから13日ぐらいですよ。もう腫瘍がほとんど消えました。でむくみもだいぶ取れました。でこの時点でだんだんと元気になってきたので、もうそろそろこのバッグがね、実は移動用のステロイドなんですね。点滴なんですよ。これをやってた。これを外してもいいんじゃないかということが主治医の方から言われたんです。こんなに元気になったらいらないということで外してもらって、余計私は体質改善しやすくなったんですね。でその結果完全に元の状態に戻った。そして念のためにということで、おそらく病院側としては再発が疑われるだろうと、そろそろで1年後に取りました。7月ですね、今年です。そしたらとんでもないこと、完全に消えて、つまり手術でも取り切れなかったものが自然療法でむしろきれいに治ってるということなんですね。これを治ってると言っちゃいけないという法律があります。どう思われますか。これね、治ると言っちゃいけない、なんて言ったらいいんでしょうね。元に戻った、これ自体が血液の力なんです。私がやってることは非常にシンプルです。食べ物をちょっと見直したり、それから体も少し見直してるね。でこの下の方見てる、これは北海道北大の方で、撮った写真ですけどね、肺にできた悪性リンパ腫の塊で7センチもありました。もうやりようがない。で当然抗がん剤だということだったんですが、たまたまこの方は知人に、ね、そういう私を知ってた人がいたので、北海道から飛んできましたね。周知してやりました。そしたらこれ見てください。10年の7月から10年の10月ですね、完全に消えています。でもうあれからずっと今も全く再発せずに元気そのものです、ね、ですから皆さんの知ってるがんというものとね、我々が対応しているがんというのと
だいぶ違うんだということですね。でこちらの方は今最も死亡率の高い、ね、肺腺癌ですね、抗がん剤も効かないというんです。でこの方は両方に入れてたんです。これは片方だけなんですけどね、実は4箇所あったんです。ですから両方の肺だと手術も、ねできないと、両方肺取るわけにいきませんからね。それで抗がん剤療法だっていうふうに言われた時に、やはり身内の方が心配されていろいろ調べたら、まあ、名古屋にいい先生がいるっていうんで、まあ、来られたんですね。で、この方はいろいろやってて1年後にどうかなってことで取っていただいたら4箇所とも全部消えていた。でついこの前も見えましたけども、今86歳かな、もっとかな、全くもって元気そのものです。再発もしていません、うん、ですからがんがどん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 増殖するってこと自体がどうもおかしいってことですね。で実はこれはこの3例だけが私ところの例ではなくて、私はこの30年で5000人以上見てきてるんです。でもどの方ももうほとんどそういう形になっております、ね、さあそれで、私たちのねその体の中で、はい、こちらに行きましょうかね、まあ、要するにそういう力がある。それは何かというと、やはり何よりも血液を正しい状態、健康な状態にする必要があるということですね。それで私はこの血液の画像を調べるようにしたんですね。要するに西洋医学では数の検査しかしていません。ところが実際には死んだ血液もあるし、ね、その傷んだ血液、感染した血液もあるし、いろいろあるわけですよね。でも数ではそれが明確に出てきません、まあ、それにちょっと気がついたものですから、どの方もどんな血液の状態なのか、まあ、皆さん社会的には血が汚れてるとかね、ドロドロだとかっていうようなことの走りをやってきたということですね。で見てみますと、白血病に限らず頭痛でも生理痛でも体調の悪い人は全員白血球が動いていません。動いてない、白血病でも動いてない。この動いてない白血球がどうして増殖分裂するんだろうと思ったわけですよ。でどの医者に聞いても答えがないんですよ。やっぱおかしいと、ね、それで私は、まあ、今日持ってきてませんですけども、白血病はがんではないというね、本を書いたんですが、実際にこれは食生活をちょっと見直しして、そして消化力をアップさせる、そのために自律神経を少し動かしたりする、そういう運動療法とか生体法とか、まあ、いろいろやるんですが、実は私たちの体っていうのは誰でもそうなんですが、ストレスが大きく受けるほど右の骨盤から上に前にこうねじれるようになっています。でこれはどういうことかというと、お産の時に産道を通ってこなきゃいけない、ね、そうすると骨格がしっかりしてたんだと通らないですね。ですから当初は骨盤がね2つに分かれてる、全部が3つの骨じゃなくて5個の骨になって、軟骨結合でそれが全部200いくつの関節が脱臼した状態で生まれてくるんです。それが安定するまでにだいたい4歳ぐらいまでかかるんですね。ところがですよ、お母さんが疲労している、ストレスが大きい、そうするとお母さんも右の骨盤がずれますと、当然左で抱っこします。授乳も左ばっかり、添い寝も左、こういう状態になると赤ちゃんは右側が接触します。ずっと発達の過程でそう取るわけです。そうするとどうなるかというと、右の今度は鎖骨が赤ちゃんはずれてくる、お母さんは左の鎖骨がずれてくる。で鎖骨がずれるとどうなるかというと、ここのところ鎖骨下動脈という血管が走りますね、心臓から出てすぐのところで、この鎖骨の間にこの黄色のところが胸腺と言います。解剖書ではあってもないなくてもいいようなね、書き方してますが、実はこの胸腺で抗がん剤を作ってるわけですね。要するに T リンパ球ですとかナチュラルキラー T 細胞、うん、もう一つ造血の因子です。コロニー刺激因子と言いますが、造血の因子の一つにヘルパー T 細胞ってのがあります。それもここで作ってるわけですよ。ところが鎖骨が詰まってしまいますと、胸腺子っていう枝が詰まっちゃいますから、胸腺に新しい血が回らなくなってくると胸腺の機能が低下しますから、ヘルパー T 細胞も T リンパ球も NKT 細胞も作れなくなってしまう、あるいはできても軟弱なものしかできない、したがってがんに勝てない、こういうことなんですね。で私はそれを突き止めて鎖骨ほぐしという健康法を作ったわけです。これは素人で誰でもできます。
まあ後で実演できたらと思うんですよね。でここを動かして実際に手当てをしたら、さっきのようなこういう例がたくさん出てきたということなんですね。はい、それで、はい、でこれでいいです。もう一つは、こちらよく注文ですね。はい、そうですね。これは造血の話ですが、皆さんに渡した資料ではこの裏側に書いてありますね、学会の話です。骨髄移植には骨髄移植学会というのがありますね。でこれが実は移植自体が42年前にアメリカの方で行われたんですね、海外でね。で、日本に入ってきたのはそれからだいぶ後なんですね。そこに書いてあります。で骨髄移植学会ができたところ、その20何年後には骨髄移植学会から分裂してですね、再対決の肝移植学会というのができているんです。これが中心が名古屋大学にあるんですけどね。ってことは骨髄移植、骨髄造血だったから骨髄移植すればいいというふうに始まった移植療法がどうも違うと。再対決っていうのは胎盤でね、赤ちゃんをこう養っていくへそのことですよね。で胎盤がお母さんに密着してます。でここはお母さんの血液がダイレクトに流れていませんね。お母さんの血液を栄養源にしてこの絨毛細胞でもって消化するわけです、ね、で造血の一番最初は卵です。皆さんも卵、私も卵だった。これは鳥類、鳥もそう、両生類も、ね、魚類も昆虫も全て卵です、ね、で卵の中には骨はないです。だけども最初に膜で血を作ります。これはラットなんですけどね。でこの血液がだん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 増殖されて何をするかというと血管を作っていきます。ずっと観察していると次に作る臓器が消化器です、ね、それからだんだんいろんな臓器を作って最後に骨格を形成してくる。それも上半身から、おたまじゃくしを見ていると分かりますよね。足の方が最後に出てきますね。で足の方で最後に終わって、それで要するに生まれてくるわけですよね。要するに骨格が最後にできてくる。でなのに骨髄造血だってことに対して私は非常に疑問を持ったわけです。これがなんと中学校の理科の時、たった2行で人の血は骨で作ってますって書いてありました。で私はこれに対してえっと思ったんですね。みんな何とも思ってないんです。私だけはもう頭真っ白になってこれ以上先に進めなくなっちゃった、うん、でそれは何でかというと僕は北海道の田舎でもうとても広大なねその海岸があって、でそこが遊び場だったんですね。でそこにはもう魚の要するに白骨体ですね、それから猫、犬、うん、それから豚、牛、馬、犬、もう何でも猫でもねそのまんま置き去りであったんですよ。博物館みたいだったので、子供の頃それを折って遊んでたんですね。だ折ると何が出てくるかというと中からね水飴のような状態、ネバネバした、どれもみんなネバ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 した袋に入ったものが出てくるんですよ。でそれが後で考えると骨髄液ってやつですね。つまり油の塊です。ところが実際に皆さんの生活を、ね、命を支えている血液、これの主成分はというとほとんど9割が水分です。そうするとこの骨髄で血を作るっていう理論がね、物理的にちょっと理解できないですよね。どこから水をどうやって調達するんだろう。まして白血球は1週間か10日で死んじゃいます。赤血球は120日で死んじゃいますね。しょっちゅう作ってなきゃいけないんですよ。でこれ自体がもうおかしい。で実際にそう思って知り合いの医者にも聞いて、たくさん聞いてもみんなやっぱおかしいっていうわけですよね。うん、まあそれが現実です。で第二造血は実は西洋医学では、立派な医学大辞典にもね肝臓で作られてるってなってます。そして第三造血は骨格で作ってる、骨髄で作ってるってなってるんですが、実際にはここのところで脈管学を見ると分かるんですが、
胎盤で作った血液をへその緒を伝ってどこに入るかというと、門脈と肝臓の中間に入ってくるんです。門脈と肝臓の中間、これが成人の腸ですが、門脈っていうのはこれですね、肝臓、この中間にへその緒が入ってくるということは、これがもう十分役がね終わった時点で生まれてくるんですが、今度は食べて消化して、実は腸の中にこれと同じ絨毛細胞というのがあるんですね。ですから終始一貫、膜で膜で膜で作っているというのが正しい。でこれを実証するために、私の知り合いのお医者さん、岡田先生といいますけども、あるいは佐藤先生、そういった先生方に声をかけまして、当時、今からもう 7、8 年になりますかね、72人全国から集まりまして、2年間にわたって検証会をやったんです。でどれだけ考えてもまともな状態では骨では作れないなっていうのが分かって、まあ、その勉強会は解散になったんですね。まあ、それが現地です。だけど医療の現場はその先生方は変わってるんですけども、いわゆる保健医療でやってるね一般の医療は全く変化ないというのが現状ですね。まあここのところは非常に大事な問題だと思うんですね。まあそれで、こちらの方はラインがいろいろありますが、このグリーンのところが85年です。1985年で、世界のがんの死亡率、これは厚労省のデータですからね、間違いないと思いますよ。これを境にどん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 がんの死亡率は世界中で減ってきているわけですね。ところが下が日本のがんの死亡率です。85年から余計増えてるんですよ。全く逆行してるんですね。つまり世界はほとんどマクガバンレポートからね、生活習慣を見直す、食べ物を見直すということで成果が出てきてるんです。そして腸管増加率がうまくいってるわけですね。で欧米では残業もしてませんから、日本人みたいに腰が曲がってこういう人っていうのはあまりいないですよね。で、こちらの方はどうかというと、延々と薬ですよ。症状があれば全部症状を、3つあったら3つとも薬で消す、5つあったら5つとも薬で消す、止める、要するに抑制剤ですね。そして貧血になっていきます。貧血になっているというのはどうしてかというと、化学物質は人間の消化器では消耗できない、残ってきます。当然それを除去しようとして白血球が一生懸命食べて守ろうとします。ところが化学物質は毒ですから白血球が死んじゃいます。白血球が死んじゃうと、白血球というのは粒子大きいですから、毛細血管はくぐってくれません。それで血栓ができてくる、ね、まあそれで今度は臓器の機能が落ちてきます。当然貧血になってくるんですよ。そこに登場するのが血液製剤だと。でこれがまた自分の血液であればいいんですけども、人の血液ですから、ね、ましては冷凍食品ですから、生命力が120日だって保証できないんですよ。まあ、昔と違って C 型肝炎とかはだいぶ少なくなりましたけどね。でも血栓体質になることは確かです。やっぱり異物は異物なんですね。白血球にとってはやはり負担をかけてるに過ぎないんです。ただ一時期人の血液でも生きてる間ですね、1週間かそれぐらいは栄養素を運んでくれたりするということに過ぎない。だけれども死んじゃったら、今度はそれが死骸がそのまんま今度は死んでしまうと、形が変わらない、形が変わらないということは毛細血管を赤血球も通らないんです。なぜかというと毛細血管は赤血球よりも半分ぐらいなんですね、経路がね。ですから赤血球が死んじゃうと塊が大きくなっちゃいますから、これもまた血栓体質で、低体温、貧血、顔色が悪いっていう状態になって、元気がなくなるっていう状態になる。でまた流血をする、また流血をする、でだんだん輸血のサイクルも早くなってきますね。それはもうダメだと思っちゃう。この気持ちをね、向上させてあげればいいんですけれども、原因がわからない、これしかない、ね、死ぬ前に骨髄移植しよう、この子も骨髄移植を勧められてました、先ほどのね。だけどそれを断って、茨城から名古屋に来て、数少ない手当なんですけども、皆さんこういうふうにして回復されて、実はこの子には昨日一昨日お会いしてます。とっても普通に走り回ってます。もうその子の幼稚園では有名ですね。もうずっと一緒に暮らしてきた子供たちがみんな知ってるわけですよ。白血もういつ死ぬか分かんない。
ね、余命何ヶ月と言われてね。だけども今考えられない、普通の子で、まあ、むしろ普通の子よりも健康かもしれない、うん、それぐらい要するにまともな血液を私たちは余命が宣告されても作り出すことができるんですってことです、うん、それの一つが鎖骨保護肥、あるいは骨盤の歪みを取る、ちょっと寝相を考えるね、まあ、要するに体の疲れを取るということですね。まあそんなことで、あとは食べ物を少し見直すと本当にしっかりしたいい血液に皆さんなってきます。これが結構早いです。はい、これも医学常識にはないことですね。まあこんなことも、今日はこの記者クラブでねお話しさせていただきました。以上です。私はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、まあ、今の話が、まあ、基礎的な話とか少し実例が入っているお話で、まあ、今日は少しお時間がありますので詳しくお話していただきましたけれども、まあ、今回の陳情につながるお話としましては、これから船橋さんにお話していただきたいと思いますけど、では海外ではですね、じゃあ輸血をしないんだったらどうすればいいのかとかですね、まあ、輸血をすること自体にどんな弊害があってどんなデータがあるのかと、これはもう非常にたくさんあるわけですけど、日本ではその広がるというかですね、まあ、データが出てくることもなければ議論されることもないというようなことがありますので、その辺の実態などを含めてこれから船橋さんにいろいろと話していただきたいと思います。じゃあ船橋さん、よろしくお願いいたします。あ、どうもこんにちは。じゃあこの血液の闇という本は、つい最近宇津美さんと私で調査で出したんですけれども、これ3号館から出ております。でこの帯を見ていただきたいんですけれども、近代医学最大の失敗と書いてあります。で言うなれば近代医学最後のタブーじゃないかと思うんですね。でおそらくね、この輸血批判の本が出たのはこの戦後どころかこの100年明治維新この方初めてじゃないかという気がいたします。なぜかというとこの100年間で輸血批判という話を聞いたことがないんです。そしてもしも出かかってもですね、それは潰されたんだろうなと思いますね。でこの輸血がなぜそのタブーであったかというと、これはですね、非常に奥が闇が深いわけですね。この日本赤十字という一つのその、あるいは国際赤十字という巨大な利権団体に絡んでおるということ、それとあと16ぐらいかな、世界の各王室がですね、この血液利権を独占しているという事実がありますね。で日本赤十字は総裁が美智子妃殿下ですから、非常にその各国 の, その王室利権とその深く絡んでいる。まあ分かりやすく言えば各国の王室がこの血液利権を独占しているわけですね。でそれもまたこの批判をその封じてきた一つじゃないか。それとまたもう一つはこの血液というのは業界ではブラッドダイヤモンドと呼んでるんですね。あるいはそのブラッドゴールドとか呼んでます。すなわち東南アジアならんだというところで大量にそのまま集めた血液がまさにプールのように貯留されて、それは血液製剤あるいはその輸血に変わっていることもあります。ですからこの血液というものは一つは巨大なその利権のネットワークによって築かれてきたという事実も背景にあります。そのためにこの輸血というもので発生してきた非常にその痛ましい悲劇が闇に隠されてきたことは間違いないと思います。で我々はもうこのおつみさんと私は勇気を振り絞ってこの闇に切り込んだわけなんですけれども、例えば毎年120万人が輸血を受けているという現実が日本にあるんです。でさらに血液製剤、これはもうどれだけ使われているかはっきり分かりません。数百万例あるんじゃないかとすら思います。でこの血液に絡む、まあ、他人の血液を体の中に入れとるわけですよ。でこれは医学専門書を読むとですね、はっきり明快にこのように書いてますね。最も頻繁に行われている臓器移植であると。で我々は血液を受け付けるとき、まさか臓器を臓器移植されているという意識の方はいないと思いますけれども、現実はそうなんです。そして血液のこの問題をしゃべるとですね、必ず輸血の問題で、あら血液型があるんじゃないのというリスポンスがありますね。だけど血液型の4類型、その後まちょこちょこありますけど、この血液型の分類っていうのはあくまでパターンの分類であって、実質はですね、血液型っていうのは個人の指紋と全く同じなんです。70億人いたら70億人が異なると考えてください。
ということは70億人の異なる自分と異なる血液が体の中に入ってくると、ご存知のように体の血液というのは白血球は他者と自己を区別して、他人の血液が入ってくるとそれは他者の異物が入ってきたということを攻撃するんですね。非自己、自分でないものが入ってきたら当然免疫系は自動的に攻撃いたします。でこの血液を輸血した側の血液も自分と違う血液が周りにあるわけですから、また攻撃しちゃう。これが要するに血液のその免疫拒絶反応ですね。でそれが非常にその頻繁に起こってきた。でこれが非常に過剰に拒絶反応が起こると GVHD という、まあ分かりやすく言えばこの資料に書いてますけど拒絶反応死で、この GVHD というのはね、非常にこの闇に葬られてきた悲劇じゃないか。で私はこの冒頭にね、これはまあ色もいろいろあると思うんですけど、昭和天皇の死亡例が極めて GVHD そのままなんですね。で輸血すればするほど下血出血するという。で専門書を見るとね、次のように書いてあるんです。 GVHD を発症したら 100% 助からない、で1ヶ月以内に死亡する、そして治療法はないって書いてます。でこれは輸血における最大の惨劇だと思います。しかしこれは表に出ることがなかった。で日経新聞の報道はちらっと報道では600人に1人という発症例を日経新聞は上げてましたけど、私はそんなもんじゃないと思うんですね。であと内海さんは後でコメントあると思うんですけど、副作用報告っていうのが行われてると、まあ、今日も厚生労働省の担当官は血液製剤対策課の課長さんの方は副作用報告などを踏まえてとおっしゃいますけど、我々は厚労省が集計した副作用報告は氷山の一角であると断言 しております。なぜかというと海外の医学文献を見ても、副作用事故を報告する医者は100人に1人以下だということはもう歴然とした事実なんです。ということは600人に1人、発症1人というその日経のデータもですね、これ100分の1にしたらえらいことになるでしょ。60分の1になるわけですよ。あ違うか6分の1だ、怖いですね。だから非常にこの恐ろしいデータになっていくわけです。ですからまあGVHD の問題は医学界も非常にこれは大変な問題だということで対応を焦ったことはまあ紛れもない事実だと思います。ここでね、この時に、ね、交通事故の中で大量出血したと。したら大量にその輸血した、でそれでも亡くなった。じゃあこの場合交通事故大量出血死と発表されるんだけど、実はこれは GVHD、 要するに血液免疫、不全で触死したと可能性も極めて高いわけですね。するとこの人は交通事故死で亡くなったんじゃなくて医療事故で亡くなっているわけです。しかしそういう死因は闇に葬られてきたわけです。でこのお手元のこれはまあ書いてますから簡単に説明しますけど、GVHD を防ぐためにまあ90年だと思います。血液白血球が抗体反応で免疫抵抗するんだったら、じゃあそのもう結果放射線を当てて白血球の働きをもう殺しちゃえという発想になったんですね。それで15グレーから50グレーというもう極めて高度の致死性の放射線を強力に照射して、それで性鮮血をその輸血するようになった。それがだからもう GVHD は危険性はなくなりましたっていうのが公の建前なんですけれども、今度はその人間の致死量に相当する強力な放射線を必ず輸血の前の血液に照射することによって、はっきり言えば高橋氏が言ったようにこれは死んだ血液になるわけです。それも即死するんじゃなくて1週間ぐらいかけてその染色体がバラバラに分裂して死んでいく。そのような死んだ血液が体内に入ると、それは血液自体がその死体ですから、死骸ですからバラバラになって、それが血管の末梢血管などを塞ぎ、それがまた新たなその輸血障害を引き起こしていることは間違いないわけです。で、あとはもう皆さんご存知のようにエイズ、C 型肝炎、あるいはもうあらゆる感染症が輸血で感染します。でさらにその直後の急性肺障害、呼吸器障害で2時間3時間後ぐらいにも亡くなるというトラリという急性肺障害疾患、これも 13% の発症率を報告されている。まああともう挙げてればきりないですから、溶血反応とか、あるいはそのさまざまなそのアナフィラキシーショックとか、
輸血に伴うその惨劇副作用はもう数限りない。それがおそらく他の病院原因として処理されてきたもまた間違いない。で、私たちはこれだけの犠牲悲劇を払って輸血を行う意味があるのか、結論はないという結論に到達したんですね。で、その到達した結論の一つの背景になるのは、これはぜひ今日はお配りしたかったぐらいなんですけど、1897年にそのカントンの犬というフランスの生理学者でルネ・カントンという方が犬をフランスでですね、海のことをラメールって言うんですね。お母さんのこともラメールって言うんですよ。で、綴りは一つ違うだけですから、フランス語で海も母も同じ発音の同じ、まあほとんど同じ綴りです。だから海はその命の母だということで、おそらくルネ・カントンは海水を 3.5 分の1に薄めて犬の血液と総取っ換えしたんです。すごいですね。犬の血液全部抜いて海水を入れたんですよ。薄いですよ。死ぬに決まってると思うでしょ。ところがなんと 2,3 日ぐったりしてた犬がね、もうすぐバンバンって元気にその走り回り始めた。で、これは知る人ぞ知る関東の犬の実験でございます。で、これは何に立証したかというと、要するに血液を失っても水分と電解質、すなわちミネラル分を補給してあげれば、海ですからね、要するに命は長らえる。これまでここまで言うと必ず医学界から反論が返ってくるのはその間違いだよと。だって血球がないじゃないかと。血球でなければ血球ならんだろう。ここがその議論の大事なポイントなんですよ。水分とミネラルを補給する。それでも関東の犬はなぜピンピン生き返ったかって、血球はどこから来たのっていうと、関東の犬の体細胞が血球細胞に戻ったんです。そして急激にその 血液成分としてさまざまな働きをし始める。さらに言うなれば、赤血球などの血球成分は他の血球成分に変化することはもう今医学界では常識として確認されているわけです。だからこの我々の血液の闇の告発提案は、現代の医学理論の根本的な組み直しも提案要求しているわけなんです。で、ここでそのカチンコチンの医学教育を受けた人は、そんなの大学で習ってないって怒るわけですけど、大学で習ってないから間違いだって言ったら、これもコメディになっちゃいますね。ですから我々の謙虚な提案というものを受け止めてほしい。それでさらに言うなれば、輸血で治った人がいるじゃないかと必ず反論が来ます。治った人いますよ。しかしそれは輸血で治ったんじゃない。なんで治ったのかって言えば、水分とミネラルの補給で治ったんです。だから血球成分を入れなければ、余計なものを入れなければもっと早く治った、それは間違いない。それを主張したい。それとあと、まあ内海さんが言われたように、海外がすでにこの輸血の危険性に目覚めて無輸血治療を施す医療がものすごく増えてきた。で、その理由の根拠は GVHD などの輸血による急性副作用死だけではなくて、がん患者はですね、現在120万人に行われているがんの治療ですけど、そのうちの 42% はがん患者に輸血されているんです。ところがここで驚愕すべき事実が分かった。それは体の中に他人の血が入る、すると GVHD という免疫拒絶反応によるショック死が起こる可能性がある。体はその免疫拒絶によるその重大な疾患を回避するために、自らの免疫力を下げて、お互いに免疫力下げて、お互いに折り合いつけるんですわ。だから輸血をすると体の免疫力が極端に下がる。体の免疫が極端に下がるということは何を意味するかというと、がんに対する抵抗力が極端に下がるわけです。で、これはもうあらゆるデータが証明してますね。で、最悪喉頭がんの場合 4.6 倍がんが再発すると、輸血しただけで。ですからなんと輸血療法は発がん療法でもあったわけです。このことは医学界では一切論議されている。で、さらに決定的なのは、そのカナダで衝撃的な論文が発表されまして、これは日本の医学者であるその、ですね、カナダの論文なんですけど、重症 ICU に収容された方の治療を見ますと、輸血をしたらなんとですね、死亡率が2倍に増えているということでございます。ですから極めてその衝撃的なデータが出ておりますね。で、この事実で、このことをですね、そのヒルマンさんというドクターが論文で血液学会でこれはすでに報告しておるんです。
しかし一切この告発提案は飲み消されたものです。まあ、結論をもう一回重ねてみますと、輸血をした人は2倍死ぬんですよ。しなければ2分の1で済むわけです、死亡例は。だから輸血をしてプラスであるということは何にもなかったということですね。まあ、それともう一つ、 2.5 リットル採血して、53歳の男性が自転車に乗って帰っていったという話がありますけど、 2.5 リットル採血しても人は死なない。で自転車に乗って53歳の男性が、ね、クリニックからバイバイと帰っていったというのはどういうことかと言いますと、この方には十分な水分と十分なミネラル分を補給してあげたんです。そしてゆっくり休めない。すると1時間でだいたい下流球で1時間に2倍から3倍の勢いで増えていきます。すると2時間休ませると3倍に増えた、それはまた 9倍に増える。もうちょっと休ませるとさらに27倍。だから数時間で血球細胞は、体細胞がどんどん血球細胞に戻って血液を満たしてくれるんですよ。だからこういう事実があるにもかかわらず、その 血液にその執着している現代医療というのは、実は輸血に執着してるんじゃなくて、それに関わる利権に執着してるんです。血液製剤、我々が調べたので 1g、1cc で700万円という血液製剤が存在していることが分かりました。まさにブラッドダイヤモンドですよ。しかしそれにまつわって他の死因で処理された犠牲者の数はもう数えきれない。そこでこの事実に海外は気づき始めた。そして決定的なデータを申し上げたいんですが、ここにも記者発表資料がちょっと簡単に書きましたけど、アメリカのジョージア州でイングルッド病院というところがございます。なんとですね、そこでアメリカの国防総省ペンタゴンが過去10年以上にわたって、少なくとも1万人だけで2万人という説もあるぐらいですが、その患者さんを全て無輸血で治療を行っている。そしてこのアメリカペンタゴンは600億の巨費を投じて、この無輸血治療の研究開発並びにその医者の養成を行っておるんです。そしてなんと100人を超える無輸血手術のスペシャリストを配置し、彼らは全世界のアメリカ軍の基地の病院ですでに無輸血手術に取り組んでいるわけですよ。だからこのアメリカ政府が600億の巨費を投じて無輸血にその投入したということは、アメリカンアーミー、すなわちアメリカ軍の兵士の命はアメリカ軍の軍事力である、それをやたら輸血で殺すわけいかんということで拒否を投じて、すでにもう10年以上の月を歳月を投じているということは決定的な根拠理由ですね。一方で FDA はアメリカダブルスタンダードです、はっきり言うけど、アメリカの普通の国民は未だに輸血利権で治療を行われている。まあダブルスタンダードであることは非常に残念だけど、ただアメリカのペンタゴン国防総省がそれをもう無輸血に踏み切ったということは、すなわち我々が主張している血液の闇をアメリカ軍部がはっきり認めて、もう無駄な命、無駄な犠牲者を出さない新しい次の新未来の医学に取り組んでいるという、その証拠であることを改めて強く申し上げたいと思います。はい、以上です。どうも。はい、田中さん、ありがとうございます。まあ、今説明していただいたような、まあ、ちょっとかなり端折られているような気もしますけれども、まあ、そういう背景があって、まあ、我々は今回、まあ、厚生労働省にですね、多分その行政交渉っていう形でですね、そういうことを訴えたっていうのは多分今回が初めてだと思うんですけれども、まあ、今のですね、その海外、特に欧米の趨勢を考えた時に、まあ、無輸血やその輸血の危険性が訴えられているのは、まあ、これはもう必然的なことで、主流になりつつあるにもかかわらず、日本はですね、ここまで遅れているというふうなことに、まあ、私たちもですね、まあ、やっぱり危機感を抱くということがありますので、まあ、この陳情書としてはですね、やはりできるだけ早くも無輸血でできるところがどんどん増えるようにと、輸血製剤そのものを根本から見直すようにというふうに提言してはいるんですけれども、まあ、いきなりそれをですね、まあ、この今の日本の実情を考えればですね、難しいのはそれは私も分かりますので、まあ、現実としてまずそのような危険性のですね、まあ、データとかを集めていただいて、海外とも照らし合わせてですね、議論が活発化するということを望んでいるんですけれども、ちょっと船瀬さんもおっしゃられなかったけど、ちょっとはい、ごめんなさい、今日厚労省の対応をちょっと申し上げないと、ちょっと片手落ちでした、ごめんなさい。厚生労働省医薬食品局血液対策課
課長補佐の信沢正和様という方がまず応対していただいて、まあ、我々の要求というのはこの資料の項目から 1,2,3,4,5 項目ですね、これをまずやってくれということなんですね。でこれはどういうことかと言いますと、まずいいですか、輸血および血液製剤の使用は段階的に残限させて、できる限り早い段階で禁止されるべきであろうと、まあ、これはちょっとね、意見をことにする穏健な人様たちもいますけれども、将来的にはそうあるべきじゃないだろうかという提案なんです。2番目が、無輸血治療の研究を推進し、これはイングルト病院でもすでに前例があるでしょ、その専門医を養成する制度、施設を速やかに確立し、整備すべきだろうと。我々はその批判だけじゃなくて代替案として、これを無輸血というものを代替案として提案したわけです。3番目が、愛の献血キャンペーンなどを見直し、日赤の血液特権も撤廃されるべきであると。これはもう当たり前の事実でございます。天皇家であろうと何であろうと関係ありません、こんなことは。我々の命と、そういう子供たち、我々の未来の医療がかかっているわけですから、我々こういう誤認を招くようなキャンペーンは即座に撤廃されるべきだと考えます。で、4番、大学医学部などの理学教育を根底から見直し、輸血等の危険性並びに無輸血医療の優位性への認識を深めるべきだろうと。これも医学教育を根底から見直してくれということです。それはもう当然のことだと思います。5番目、公衆衛生面の面から国民に無輸血医療の優位性、有効性の啓蒙を徹底すべきでありましょう。いまだに輸血がね、命を救ってくれると思っている人は当然です。ここまでね、洗脳が進めば。しかし今まではしょうがなかったかもしれない、情報がなかった。しかし我々はこういう情報を提供した、世界海外の情報を提供した、事実上知れば、ああなんだ、輸血というものが、血液製剤というものは病気を防ぐんじゃないんだと、病気を悪化させや、ね、さらにその治る病気を治さないようにしてるんだということはもう当然頭を180度切り替える、これは国家的にと同じですね。この5項目やってくれということで、この課長補佐に言ったわけですと。この課長補佐さんがもうこの役がですな、結局結論から言いますと、現在は輸血についてはガイドライン等があり、このガイドラインに従って慎重に行ってもらえれば、非常にその事故とかそういうものはほとんどね、防げていると考えていると、すなわち現状でいいんだというコメントでありました。だから私ともう2人はもうちょっとプチッと、まあ要するに、ただそれあんたそれは現状を変えろって言ってるのに変えないって言ってるんじゃないかということで、我々はそれに強く抗議したわけです。だから持ち帰って何を持ち帰ったかってね、だから今この場で答えなさい。で少なくともこの5項目についてどのような対応を取るのか回答が欲しいと言いましたら、これは持ち帰って内部で検討したという例のそのいわゆる婚約問答でありました。ということは、まあ、結論から言いますと、この5項目については現時点においてはどうするこうするというのは回答しない、回答しないということは要するに何も対応しないということなんです。で最後強く我々が要求したのは、少なくとも現在の世界における医療血液製剤における医療被害の実態を徹底的に収集して、そしてその被害実態をその報告書として半年後ぐらいに出しなさいよと。さらにイングルッド病院とか世界の最新の代替輸血医療について徹底した調査を行い、世界のその趨勢というものを対策課は集めるべきでしょうということは再度強く申し入れました。どういうことかというと、対策課ですから対策を起こすにはまだ情報必要だろう、全く情報はこれ読んでないんです、はっきり読んだかって言って、読んやって言ったら読んでないんです、はっきり言って。でイングルト病院知りませんでした、ね、関東の医療は知りませんでした、要するに何にも知らない、何にも情報集めてない、何にも知ろうとしない、これはまあまあ要するにぐたら行政ですわ。だから我々も、まあ、強くはっきり言ったわけですね、まず情報集めろと、そして、それを公開しろと、報告書という形で出せということを常に強く言って、まあ、会見を終えたわけですけど、その報告書を出すということも言いませんでした。調査する、まあ調査しなければいけないと思いますとは言ったけど、するとは言いませんでした。信沢という課長補佐です。以上。ありがとうございます。まあ最後にまとめの方になると思いますけれども、まあその輸血をですね、まあ否定というかですね、まあ拒絶するっていうと皆さんもご存知のようにエホバの証人の方々が有名だと思いますけれども、ここにいる方々ももちろんその海外でいろいろそれデータ集めてる方も別にエホバの証人でも何でもないんですが、それでもですね、その輸血に関しては似たような意見なわけですね。
で、それは私も最初は違いました。最初は違いましたけれども、いろいろデータ集めると自分が間違ってたんだなと思うように本当になりましたけれども、この問題っていうのはですね、そのだからオカルト的な話とか、宗教的な話とは異なって、極めて科学的な話なんですね。科学的な観点から、世界中のですね、最先端の医学者たち、特にも教授レベルの人であっても非常に輸血の危険性を訴えている人が増えていて、で、その、なんですかね、もう無輸血でやってる人もですね、イングルッド病院以外にもいて、多くのですね、まあ、例えばがんに輸血したりとかするだけでも非常に弊害が多いということが、科学的にもどんどん見えているにもかかわらず、日本では全く見直されてないというふうなことは、日本の方々もですね、やっぱりその科学的な論議とか、結構好きな方が多いように私も見受けられるんですけれども、その割にはこの話題は全然こう訴状に上らないと。いうようなことがありますので、ぜひですね、この、まあ、機会に、まあ、これからも私たちはですね、まあ、それぞれですね、この問題についてもいろいろとこう発信していきたいと思いますけれども、ぜひですね、その報道される方々におかれましては、鋭意ですね、報道を発信していただいて、議論が上がればよいというふうに願っておりますので、改めましてよろしくお願いいたします。はい、今日の、はいはい、説明としては、まあ、これで、一旦終わりということにさせていただきまして、この後、まあ、質疑、質問などがありましたら、お受けしてという形にさせていただきたいというふうに思います。はい、では、会場でもし質問されるしたいという方がいらっしゃいましたら、挙手で、誰か手を挙げていただければと思いますが、どなたかございますでしょうか。はい、はい、だと。もう楽しく生きる会の鈴木のこと申します。今日は貴重な情報を教えていただきありがとうございました。この問題は国民の、ま、世論を盛り上げて変えていくことが必要かと思うんですが、その前にまず国民がそれこそマインドコントロールにかかっていますので、まずは事実、海外でどういった事例があるのかという事実を逐次公にしていくことがまずは大事なのじゃないかと思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。この件についてやっぱりすごいのはやっぱエホバの証人なんですよ。私自身がエホバの証人ってなんかこう怪しいなと思ってたんだ昔ね。輸血拒否なんてなんだってビートたけしのあったんですよ、セットリックドラマ。だから私自身がやっぱりマインドコントロールだったんだろうね。だから子供に輸血させないってとんでもない両親だと思ったもん、その頃。だけど調べてみるときは全く真逆だったということですね。だから今子供に輸血させるのがとんでもない両親なんですよ。それも抗がん剤もワクチンも同じですから。ところが海外はね、やっぱりエホバの証人にはすごいなと思うのは、その医療データベースを作ってるんです。それもね、パーフェクトと言っていいぐらいの。そしてどのような治療法を受けてくれる、そのまず施設の ネットワークという無輸血治療 の施設があるかとか、あるいは無輸血治療をの医者を養成するためにはどのようなそのコースがあるか、テキストがあるか、データがあるか、実例があるかという、そのものすごく素晴らしいそのデータベースを作っていますね。ですから私は宗教的にも無宗教なんだけれども、ただエホバの証人 その医療データベースはね、極めて有用だと思います。そして一緒に彼らはやっぱり自分たち信者だけが助かればいいという論理じゃないんですね。結局人類みんなを救いたいという、まあ、これはまあ物の通りというか、まあ、昔 その旧約聖書で他人の血を体に入れてはいけないという非常に素朴な教えから始まっているだけのことなんだけれども、彼らの聖書の教えが正しかったということなんだね、つまるところ。でエホバの証人は自分たちの信者間だけで助かりたいという思いじゃありません。信者以外の方々もその医療データベースアクセスしてくださいと、お医者様にも。だからその無血をやりたいお医者様とか無血治療を受けたい人たちに全面的にその情報をバックアップしてくれているのはエホバの証人のデータベースですよ。それは非常に感服しますね。だからインターネットで行けばすぐ出てくると、エホバの証人無血治療データって書けばね。だからそういう面ではエホバの証人の努力は我々は大いに評価すべきだと思います。他に質問ありますか。
先ほど の私もちょっとお答えさせていただきますと、まあ、今やっぱりその何ですかね、まあ、そのマインドコントロールという言葉を使われてましたけれども、確かにもう今の特に大手のメディアですか、まあ、五大新聞とか五大メディアとかよく言われますけれども、まあ、そういうところ非常にその血液製剤赤十字もそうだし、製薬会社もそうだし、医師会学会もそうですし、まあ後半にスポンサーとしてですね、お金を受けているというそういう現実がありますし、さらに言うとその他の医療業界の薬であってもそういうふうな背景がありますから、まあ、そういうことでその何ですかね、そのマインドコントロールという観点から言えばそれを打ち崩すというのはなかなか難しい状況だというふうに言わざるを得ないと思うんですね。まあ、だからその今日お集まりの方もどちらかというと記者クラブは記者会は大手の新聞の方が結構来られるわけですけど、今日もこの記者会見に関してはあまりそう参加される方は正直いなかった。まあ他にね何社もあるんですけれども実際いなかったと。やっぱりもうだからそういう報道をするっていうことがなかなか難しいっていう現状があるんだと思います。だから実際に今の日本人の人とかが情報を集めたければその大手の流れている情報っていうのをですねもう見ても意味がないっていうそういう状況にあるっていうのが現実なので、まあ、知りたい人はインターネットなので、まあ、調べてみる、まあ、そのインターネットもね変な情報もありますけれども、まあ、実際にはそれで調べてみるぐらいしかないし、あとはまあ今はやっぱり著書を本屋さんで見つかるものもいろいろねいろんな方向性のものはありますけれども、まだ昔と違って、まあ、こういうふうな本を一応出せる時代になったというふうに言えると思いますので、そこで結局は大手というのがですね、まあ、情報を流す側が変わることを期待するんじゃなくて、自分たちの方が先にですねおかしいんじゃないかという疑問を持って変えていくしかないんじゃないかなと私自身はそう思ってますので、なかなかまあすぐにだからこう崩れるのは難しいのかなと。だからこそさっき の図じゃないですけど、日本はひたすらこうまだ今デモ感が増えているという現実なのかなというふうに思ったりしますね。はい、それでちょっと最後ですか。今のねお話に関わるようなことなんですけども、まあ病気はこのようにね見事に改善しているわけですよ。数は少ないですけどね。この事実を何とか広めようとしていろいろ試行錯誤してやってきたんですね。で、その中の一つに僕は名古屋ですから地元に中部経済新聞っていうのがあるんですよ。で、そちらの方のたまたま担当者が私とこ来て、面白い情報があるじゃないかということで、それを一番後ろのですねテレビ欄みたいなとこありますね。で、そこに通常の西洋医学のお医者さんの意見がいつも書かれてたんですね。で、実はこういうことがねあるんですって聞いたら、これはぜひ広めたいっつってその編集長がおっしゃって、で実際月1回ずつですね実前実後の写真を4年間にわたって出させていただいたんです。これはもう随分大きな、まあ、企業、名古屋は有限会社も多いですね、まあ、中小企業が、まあ、そういう方は皆さん読んでるわけですけども、いろんなところから、まあ、具体的に教えてほしいというね、要するに今までの企業の専門医ではただ病院行きなさい薬飲みなさいだけなんですけども、小野先生のはちょっと違うねということでね、こういうことが治るんだったら最初からこういうことしてたら病気にならないんじゃないのということで予防に、ね来てもらいたいということで随分回りました。ところがねある日突然私のところじゃないですよ、新聞社の方へ1日100件です。苦情の電話なんです。100件デスクの方へ毎日かかるんです。組織的やな、うん、で結局デスクがもうこれ以上も進められないのでってことで、これは続けられないってことで断念したんですが、その時の編集長が左遷ですよ。それが現実ですね。まあ、なかなか正しいことっていうのは伝えにくい国なんですよ、この国はね。ですからまあ皆さんここへ来てね、貴重なね、体験、まあ、ここでね収録されたりね収集されてるわけですから、これをどうやって末端までね隅々まで広めていくかということを皆さんの知恵もね
お借りしてやっていただけたらなと思います。ご質問は。どうぞどうぞ。はい、はい、じゃあ、いや、すごってあげないですけど、なんかとか思っちゃって、全くこうそんなことすら想定もしないような話で、例えば私がうちに今日帰って家内に話したらね、まあ、お前何言ってたみたいな話に多分なっちゃうと思うんだよね、これね。私だって商店同士でしょ。私だって考えたことなかったです、そんなの。我々も考えたことなかったですだってね、献血でもしちゃいけないって話じゃないですか。ね、公園なんかではそうやって言うんですけど ねみんなが驚きますけれども、ね、ボランティアとかね、こう世の中よく知るための活動みたいなものっていうのは実はもう全く違ってたみたいな、すごい話でね、うん、私なんかどうこう、私も子宮頸ワクチンのこともずっと勉強して、ワクチンって本当に大変なんと全然ダメじゃないかっていうことはやっと分かったんですけど、こういうことっていうのを本当に是正するっていうのはね、高橋さんも多分叩かれたと思うんですけど、もっと私がブログで書いたらまた私も叩かれちゃって反論もできない話でね、いや大変なことだなと思って今お聞きして、あと一つお聞きしたいのは、私のと友達が最近透析やっててですね、透析をやってて突然この間亡くなっちゃったんですよ。で話聞いてて、その透析突然亡くなっちゃったことがこの血液のこととまだ何か関係あることあるんでしょうかね。何かそれにちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、輸血とっていうことですか。そうでは、透析っていうか、もう透析っていうもの自体は非常にですね、リスクが大きいというか、その腎臓がもう使えなくなってるという状況でもありますので、非常にですね、いろんな病気をもたらしやすいし、例えば普通に感染症リスクも非常に増しますし、突然死、例えば心筋梗塞とか脳梗塞とかそのリスクも透析していると非常に増しますので、突然死っていうことだと、そのあたりの病気の何かしらが関係したんだろうという話に基本的にはなるんですね。ただ、大元の話でいうと、先ほどの大沼さんの話と同じで、透析をする必要って本当はないっていう話になるんですよ。はい、本当は透析をしなくても人間っていうのは設計図がしっかりしているので、しっかりした食事療法とかいろんなことを見直していけば、透析をね、特にしてからでも絶対大丈夫という人もいるんですけど、私そこまでは保証はしませんが、透析をする前であればかなり本当に回復します、はい、だからその腎機能障害で腎不全だから透析に導入しなければいけないっていうことは、これはもう普通にですね、いわゆる海外の代替療法の結果を見てても、相当嘘であるというようなことは言えると思うんですね。これも例えばいろんな方法があります、例えば一つ断食なんかも、そういうようなことでよく本当に数百数千人っていうレベルで日本でも結果出てますので、そういうのが要するに見直されない、議論もされないという状況になってるわけですよね。で海外ではそういうのはどん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 その報道されたりとかして、例えばアメリカなんかでも今保険よりも代替療法の方が、患者が多いというぐらいシフトしてるっていう現実があるので、だから代替療法だけこう流行っても結局は治療法変えただけだから、ベストとは言えないと思うんですね。病気にならないのが一番ベストだと思うんですけども、でもそのわざわざ治らない治療をしてるよりはおそらくその方がいいと思いますので、そういうようなことは議論されない、そして選択肢もないというふうになってる今の日本の社会は、相当なんですかね、こうファシズム的な、はい、そんな感じがするなということだけは否めないんじゃないでしょうかね。透析してた一回したったら終わりと言われてるんですか。大丈夫ですか。私が最近出した本で、ちょっとあれ3日食べないか7割治るとか、やってみました、1日1食とか、そのファスティングの本を最近出したんだけど、その菅野先生という方が、セントクリニックの菅野先生が断食で600人以上ファスティングで治した実績の方なんだけど、透析を始めた方、透析を命じられた方でも、ファスティング食事療法で8割は透析を受けなくてもクリアできる。そして透析を始めてても、1月以内だったら半分はクリアできると言ってましたね。だからみんなダマくらかされてるんですよ。500万だもん1人、10人で5000万円、100人で5億だよ。これをね、医者の世界で金のなる木って呼んでるんですよ。一人紹介したら100万円もらえるって言ってましたよ。ペーシャントハンティングでしょ。病人狩りだよ。悪魔ですよ。そこにはいはい。だから私も患者にも責任あると思う。医者が言ったらはいはい。言われたらはいはい。飲みなさい、はいはい。右行ったらはいはい。左行ったらはいはい。
これ自分の考えはどこにあるの。だから医者はね、丸ごと信用する日本人がね、半分はね、日本人、完全の責任だね。お医者様は神様だと。あ、お医者は近藤誠先生が何て言ってますか。医者はヤクザ殺すより立ち悪いって言ってますよ。俺は白衣を着た詐欺師殺人鬼だと僕は言ってるんだから、それぐらい思ったらちょうどよろしい。すみません、若干過激に。まあ今のね、あの話にちょっと、まあ、似たようなことなんですけども、私のところにね、ずいぶん前に、まあ、隣が岐阜県なんですけどね、駅の近くでクリーニング屋さんがあって、そちらの方が糖尿病になって、大変な糖尿病で、なんと血糖値が900以上です。僕初めてそれを体験しました。400程度の人は結構あるんですよ。でもね、朝起きて名古屋まで通って手当てして帰って休まずに1年ちょっとぐらいかかってですね、完治してしまいました。うん、それから糖尿病でも2通りありますね、1型と2型で、どうしても治らんっていうのが1型っていうんですよね。でこういう人を見ると、要するに膵臓の神経、膵臓の神経、肩甲骨の間に消化器の中枢が集中してるんですよ。肝臓ですとかね、胆のうですとか、膵臓ですとか、脾臓ですとかね。で腎臓はちょうど背中の今、宇都宮先生が丸くなってる、飛び出てるようなあたりが腎臓の神経、ここがつまり癒着してるんです。骨と骨の隙間から脊髄神経が分かれてて内臓を支配してるわけですね。それがね、圧迫されてることにも本人も気がつかないんですよ。麻痺しちゃってる、痛くもなんともない、それで臓器だけが不全になってるんです。ですから内科医にかかってもしょうがないんですよ、これはね。むしろ民間療法でこういうことをほぐしたり運動したりした方がよほどいいし、温泉入った方がまだいいんです。だから本当に40兆の医療費なんて本当に必要なのは、まあこれは救急医療だけですよね、先生ね。うん、まあ救命医療だねえ、ということだと思います。それとに一言、もう一つごめんなさいね、糖尿病のことで、あの菅野先生、さっきの方だけど、インスリン依存型の糖尿病重症患者は15人ファスティング療法で全員の完治させてるんです。ただし簡単じゃなかったって言ってます。何回もやらせたって言ってましたね。だからそれでもファスティング断食療法で15人のインスリン依存型を完治させてるわけですよ。その完治させたっていう論文を指導教官の教授のところに論文持って行ったんですよ。そしたらその教授がですね、その論文を見てね、彼の子もちょっと来たまえって言ってね、よくやったって言うかと思ったら違うんですよ、君これは何だねと、昔から糖尿病は治らないことになってんだよ治らない糖尿病は治ったって言って誰も書くなって怒られつけたって言うんです。だからもうコントの世界ですよね。だから現代医学はそこまで狂ってるんです。そこに行列作る患者も狂ってんだよ。だから永遠に狂った医学は止まらないっていうのが僕の結論です。目覚めてください。はい。あ、それとね、糖尿の次に多いのが高血圧ですよね、先生ね。高血圧にもとっても単純な原因があります。それは横を向いて寝てるうちに鎖骨が狂う、心臓の出口の血管が塞がってるんです。ですから通常の120の圧では通っていかない。でも通さないと壊死してきますから、末端でなんとか圧を上げて末梢の細胞を生かすために上がってるんです。それを下げちゃうわけですから、末梢からだん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 壊死して最後は痴呆症です。その前に視力障害、難聴ね、もう日本はもうそういう病人の巣ですよね。でこれも実は鎖骨をちょっと動かしたりすると、もうみんな毎日横泣いて疲れたりした方が決まって横になって寝てますから、朝起きたらもう一回ね、ここをほぐしてあげればいい、回すだけでいいですよ。そうするとこれ高血圧の薬って先生すごいんですよね。そうですね、うん、どれぐらい使ってるんですか。非常に今何千億という使ってるんですけど、まあそのまあ、今手法論の話は置いといて、なんか輸血の話からすいません横にそれてしまってますが、最近ですね、まあ、週刊誌などでも取り上げられるようになりましたけれども、血圧の基準自体がおかしいんではないかと。これはもう海外では、同じように常識的な話になりつつあるんですけれども、日本は未だにその低くした基準を使っていると。まあ、これはまあ簡単に言うと、あの血圧の薬ですか、
が、まあ、基準を下げた方が売れるからというそういう構図になっていますけれども、まあ、そこから本当は見直していかないと医療費の削減っていうふうな、まあ、今国民が求めている問題にはつながらないと思うんですけど、まあ、その時にやはり、まあ、スポンサーの具合っていうのもあって、まあ、嘘というかですね、海外と比べてもですね、狂った情報が流れているっていうのは現実だと思うので、だからやっぱり、いろんな人が、調べたり、まあ、発信をしていくっていうことが大事なんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思いますね。はい、もし他にご質問の方いらっしゃれば簡単な質問でも。はい、高橋議員の提示はまさかこんなことになると思わずにここまで来てしまわれたと思うんですが、まあ、一石を投じられたことにはすごく感謝したいと思います。で、血液の話は、まあ、今日はそれで伺いに来たんですが、例えば宇都宮先生の活動だったりとか那須さんの活動というのもある意味もう資本主義そのものというか、アメリカだけなのかちょっとよくわからないんですが、そういうことのシステムにもある意味すごく噛みついている状態なんだと。噛みついた、おかけ回されているのかちょっとよくわからないで、先ほど、ね、民間旅行だとかもおっしゃいましたけど、めちゃ健康保険のシステムにも、まあ、問題を提起をされていることになると思うんです。見上げていけばで言いたくないけどやっぱりすごく難しい。できるだけ病院にかからないようにしていて、なのに国民健康保険のこう納付書が来るとびっくりするわけですよ。この金額ほとんどいかないにもかかわらず、でそういうことをこういろいろ考え合わせていくと、やっぱり、まあ、一母ちゃんですが何ができるんだろう、先生たちから見て私たちは何ができるんでしょうか。まず最初に高橋君、せっかくですから、そのブログに、まあ、上げたお気持ちっていうんですか、その辺ちょっと参考になるんじゃないかと思いましたけど、今やはり輸血にですね限らずなんですけれども、まあ、やはり私もその政治という立場からですね、やはりその少しでも医療費を減らしたいという思いで、まあ、輸血の必要性、まあ、今あるものよりは少ない基準で、まあ輸血を減らしていきたいという思いももちろんありましたし、当然それは引いてはワクチンですとか、まあ、薬なんかにもつながってくる話ですので、まあ、皆さんが病院に行くのはやめるということで、例えば 10兆でも20兆でもですね、その、まあ、予算というのは僕が削れるんじゃないかという思いがあります。なので皆さんがそういった意識を持っていただくことだけでも十分その変えていくことができますし、先ほど宇都宮さんもおっしゃられてましたように、やはり皆さんがそのネット上でですねそういった情報を広げていっていただくことがやはり一番早いのかなというふうには思います。あとはですね、私は検査を受けない、薬は飲まない、病院に行かない、医者みたいな張り倒しても4秒死で、今今度行ったら言ってるんだけどいや、うちにさっかないから言わないけど友達のね、我々仲間の医者は別なんだけど、まあ、結局ね、お医者様検査進行、薬進行、ね、病院進行、お医者様進行、この4つの進行をマインドコントロールからさ目覚めないとダメですよね。それともう一つ僕が言ったら、僕はね、近い将来憲法脱退してやろうと思ってるんですよ。憲法脱退運動の提案で、でもうあの名古屋の、ドクターはね憲法脱退してますね。振り込まなきゃいいんだよすいません生活苦しくってこうって言って、だからそういうふうにして我々ね、その不払いの抵抗、私は消費者運動を長くやってきたから、それは消費者の最大のパワーは何かというとボイコットなんです。買わないという権力なんです。金を払わないという権力です。それはもうまさにガンジーの言った非暴力無抵抗、非暴力の抵抗運動だと思いますね。だから我々は別に火炎瓶投げる必要もないし、でデモに出なくてもいい。ただし不払い、だから私は NHK の受信料も7年払ってないです。あんな洗脳装置に誰が金払いますよ。だからそこから少し我々の抵抗運動はそこから始まるんじゃないかなと僕は思いますね。平和的にやりましょう。まあ、これはまあ私ももう特別加えることもないんですけれども、まあ、結局その国民一人一人がちゃんと情報を集めて考えるっていう、まあ、素朴なことしかやはりないのかなと。
まあ、あとはそのまだそういうなんですかね、今の医療問題、現病問題とかいろんなことっていうのはその分かるというか考える人がまだまだちょっと少ないというのが現状としてありますから、でもその何かしら知った人っていうのはもちろん叩かれることもあると思うんですけども、それはもう必然のことなので、それを前提としてやっぱり自分たちは知ってしまったっていう責任を果たすと、そういうふうなことが大事なのかなというふうに思いますね。今日はもうこの会場だけじゃなくて、これネットでも、ね、出されてますし、生中継もされてますし、この後また例えば今のネットだと例えば YouTube とかですか、 Ustream とかいろんなものにも出てますし、ずっとの長く残っていくと思うんですね。その時にこれ見られた方にもそれは同じことを言いたいと思いますが、やっぱりね、自分が分かっただけでも少ないと思います。少ないと思うけど、でもそれ言わないともう何も変わりはしないので、はい、そうすると政治も変わらないし経済も変わらないし、ずっと変わらないんですよね、はい、でそれをずっとやり続けてきた結果、日本の今があるっていうことですから、まあ、先ほど船津さんも言われたように半分は全部国民のせいなんですよね、はい、政治家が全部悪いとか経済界が悪いとかっていうことじゃなくて、メディアが悪いっていうことだけでもなくて、国民自体に問題があるというふうなことがあると思いますので、まず最初にそちらの方を考えてもらうと。でそうするとやっぱり自分もね、なんか叩かれてもやらなきゃいけないんじゃないかというふうに、やっぱりそういうふうに考えるようになりますね。私もそういうふうに一応途中から考えるようになりましたから、はい、だからもう叩かれても何されても全然気にならないし、まあ、そういう叩く人も本当に私の方に現れませんからね、はい、現れてももうこっちもいろいろと潰す方法を 100個か200個ぐらい用意してますのでね、まあ、それは来ても別に構わないんですけれども、まあ、そういうふうに、まあ、してますけど、一般人の方はなかなか難しいかもしれない。だからその場合は、まあ、うまく、そのコミュニケーションを取って広めていってもらうとか、これはもうその輸血製剤だけじゃなくて、例えばその今子宮頸がんワクチンの話されましたけども、ワクチンの問題とか、あと抗がん剤とかですか、この前も WHO は抗がん剤の無効っていうのを情報として出したという、そういう話もありますし、はい、他にもいろんなですね、今の薬、血圧の薬なんかもこの前ね、週刊誌にも普通にですね、報道されたりしておりましたけれども、そういうのも非常にたくさんあるわけですね。要するに無駄な39兆円の中で何兆無駄かわからないんですよ。多分30兆円は無駄に使われてると私は思ってますけれども、そしたらその30兆円ね、一般のね、民衆 の, 本当の意味でいい方向に使えればきっともっと潤うんですね。アベノミクスなんてインチキわざわざやってる必要はないわけで、まあ、そういう風になればいいのかなと。それはやっぱり国民の頑張りによってやっぱり自分たちに返ってくると、まあ、私はそういう風に思ってますので、皆さんも、そういう考えで動いてもらえれば嬉しいかなという風に思ってます。はい、もし、他にご質問ありましたら大丈夫ですか。あと一つぐらいならお伝えできるかもしれませんけど、まあ、本当にちょっと衝撃的というかですね、もう全く常識の心から、まあ、本当ひっくり返るようなお話で、勉強でちょっと全然なかなかこんがらがっちゃってるんですけども、まあ、どちらかというと、まあ、まあ、輸血、血液自体ももともと臓器であったりするし、人のものを入れるっていうこと自体が、まあ、害にもなるし、まあ、少なくとも必要 ではないというような話から、まあ抗がん剤とかもどちらかというと害であると。でただ、まあ、なんて言いますか、まあ、日本は少なくとも、まあ、一応まあ、長寿というか、まあ、健康的だと、まあ、少なくとも今まで その生活っていうのがあったのかもしれませんけれども、まあ、世界的には一般的にそのなんとなく日本は医療もね、平均寿命が長いんではないかという そ, う、ね、そういう質問ですね。これはよく聞かれるんですよ。医療費も、まあいいですか、ね、まあ、じゃあ私がちょっと、まず一つは、まあ、その前に、ね、ちょっと簡単にね、この理解しやすい、例えば、ね、この食は血となり肉となるってでしょ、うん、よく聞くじゃん、子供の時から食べたものは血となる。どこでなる？腸でなる。だから造血、腸造血、腸で造血されてる。そして腸で赤血球ができて、で血は今度肉となる、すなわち血球細胞が体細胞に変わるってことなんです。でこの間にいろんな万能細胞が現れてる。だから食は血となり肉となる。今度飢餓状態とかになると、今度
肉は血となり食となる、すなわち体細胞が血球細胞に戻り、血球細胞が栄養源になるという、この簡単なシステムを理解すれば輸血の問題なんかすぐ理解できるはずですね。ところが今の医学は、食は血となり肉となる、すなわち血球細胞は体細胞に変わることは認めてるけど、体細胞が血球細胞に戻るということは認めていないんですよ。なぜ認めていないか分かります？学校で習ってないからっていうこと。本当みたいなこと言ってる。でこれをやるのは千島学説というね、その基本で、これはもう実に生命の基本原理なのに、学校で教えてないからダメだっていう、この子供の幼稚園のことを言ってますな。だから食は血となり肉となり、肉は血となり食となるって、この融通無限の流れを理解してもらいたい。そしたらすぐ輸血は理解できるはずです。あと平均寿命、これはねウルトラペテンでしたね。26年間日本は世界トップだっていうけど、これ嘘八百でして、これはまた目が点になってる人多いけど、まず平均寿命の算出方法っていうのは世界まちまちなんです。わかります？全部その例えば出生して届ける期日のとか全部バラバラなんですよ。ということで全部基本的な算出、それを厚労省認めてるんですよ。平均寿命の算出方法とか基準とかパターンはパターンのの違うと、オリンピックと違うんだ。そこで世界1位2位っていうのをちゃんとポイントが走ったら96メートルじゃなかったら今度見たことになっちゃうよ。だからもう騙されてる。平均寿命は、ね、世界って26年がトップとかもありません。ペテンです。嘘です。ごまかしです。マインドコントロールです。目覚めてます。他にも一応、まあ、平均寿命の話で一応医者の観点から補足しますと、確かに今おっしゃられるまず計算式がバラバラなんですね。はい、だから日本が1位だって言ってること自体非常に怪しさがあるということがまずあって、もちろんその平均寿命は昔から比べると伸びた、これは一番はやっぱり幼児死亡率が減ったからということになりますが、これはいわゆる救急医学の発展に基づくもので、これはまあ数少ない医学の発展というかいいところだという言い方はできるんですけど、他にも例えば平均寿命でいうと計算式で、例えばその、まあ、例えばもう死んじゃってるけれども、ちょっとニュースになったりしたことありましたね、120歳で生きてるけど死んでるみたいな、まあ、そういう人たちも部分的な数に入っている。あとやっぱり一番の問題は平均寿命とその、健全な年齢の差が一番大きい。要するに QOL、 体がねピンピンしてるとっていう、寿命、健康寿命だったな、言葉としてはっていうものと、本当にこの亡くなるまでの寿命っていうもので、まあ、全然違うんですけど、これが世界で一番差が大きいのは日本です、実際に。はい、だからそれだけでもうおかしいと。で要するにあと、例えば老人介護施設とかでもう動けないっていう状況でいても、それも当然平均寿命に加えられていると、そういう現実がありますので、やっぱり日本人はみんなピンピンコロレで行きたいってみんな思ってるわけですね。これは海外の人もそう思ってる。で向こうの方はやっぱりそれを実践しているところがありますので、そうすると日本人は平均寿命高い金に見せかけられているだけで、実際にはそうではない。であと、これは私、まあ、自分自身のね固有の考えでもあるんですけれども、今の、人たちって30とか40代で平気でがんになったりするんですね。でも、戦前の例えば第二次世界大戦前の歴史の統計を見てもらえるわかるんですけど、60とか70とか80になってもがんの人ってほとんどいません。はい、実際いないんです。40人に1人から50人に1人ぐらいしかいないので、今2人に1人なんですね。それぐらい違うんですよ。ということは、がんにもともとなるような食事とか生活体系をもともと持ってない。でも今の人たちは30、40で平気でがんになる。例えば今だと放射性物質とかいろんな問題も含めてがんになったりとかして、でその後に結局がんになったらその臓器を全部こう切り裂いて取っちゃって、でそれによって全部取ったから大丈夫っていうふうなことをしてるんですね。本来昔の人だったらそんなする必要さえないわけですよ。でそれで今寿命が伸びているっていうふうに錯覚をかけている。それが今の実情なので、本当僕らが例えば今30、40でがんになった人が例えば100年前に戻っもしね仮に戻ってしまうと、もう40とかで死んじゃうわけですよ。そういう時代に僕たちは実は生きている。でそれが結局今の医療費を完全なまでに押し上げてる。つまり予防っていうものですか、病気にならないということを全くできてなくて、病気になるように全て仕向けられてる。これはもう放射性物質の拡散政策も全部同じだし、他の例えば添加物とか砂糖とか牛乳とか全部もう同梱で、まあ、やられているという、そういう背景がありますので、そこからまあ見直すっていうことが、まあ、大事なんじゃないかなと。そうすると僕たちやっぱり健康寿命っていう観点から意識してる人は結構大丈夫なんですけど、そうじゃない人はやっぱりほとんどみんな病院に通ってるっていうことになってしまっているっていうのは間違いないと思いますね。
あと平均寿命はね、皆さん方ね、やっぱりこうあぜんぼうぜんだと思うけど、私病院で殺されるって産後官の本で私も調べて、私もあぜんぼうぜんとなったんだけど、例えばあの厚労省のデータ、どういうふうに平均寿命を出してるかっていう算出方法を書いた解説があるんですよ。すると収集したデータをいいですか、補正して予測して期待した数値だって言ってるんですよ。補正して予測して期待したら、これ別にね、年次そうって言うじゃん、コントの世界でしょ。期待した数値だって最後に、本当に100歳にしろよって言いたくないと。でこれをやられてるのは3つのマフィア、医療マフィア、食料マフィア、年金、あの保険マフィアですよ。こいつらが、日本はね、要するに医療が先進国、医療水準上がったから平均寿命伸びてるっていう、これマインドコントロール。さらにこの食料マフィア、日本は栄養問題が、栄養が良くなったから平均寿命伸びてる。だから1日1食なんていうやつ、気が狂ってるって言いたいわけだな。で、3番目何かって保険マフィア。ね、こんだけ長く伸びるんだから、掛け捨てにはなりませんよって、また騙してるわけ。だからその医療と食料と保険のトリプルマフィアが平均寿命をでっち上げて、黙らかせるんですよ。補正して予測して期待した数値が平均寿命だと、これ、報復絶当だよな。わかりました。はい、この平均寿命ね、あの私がこの業界に入った30年前は、ブラジルはね、平均寿命が47歳ぐらいでしたね。驚きました。それでね、食生活を見ると1人なんとね、1キロ、1人1キロお肉だけ食べる。だからこんなに隆々の筋肉なんだと、日本人なんだ、華奢じゃないか、肉食べろっていうのが彼らの常識だったのね。ところが和食が美味しい、和食ブームはもう世界遺産になったりしてね、もうその背景でどん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 和食好きの人がね増えてきて、実は何年前でしょう、今から2年ぐらい前に気になってね、ブラジルの平均寿命を見たら76歳ぐらいまでいったんですよ。これ医療の進歩じゃないんです、食べ物を見直したんですよ。つまり野菜を多く取るようになったということなんですね、和食を目指して。うん、で日本っていうのは皆さんの毎日の食卓、これ世界一の野菜の豊かな国なんですね。それともう一つは、日本はその急斜面が多いです、狭くてね、山から水がとうとうと流れる、これはもう飲める水なんですよ。そういうもので野菜を育てられるんですね。ところが大陸はもう水が止まってますよ、アマゾンとかなんかね、もう腐ったようなスピードがない、要するに水自体が酸化してるんです。ですからそこで同じような日本の種を持っていって、で水をやってもね、同じような野菜にはできないです。いや、それでも向こうの人は野菜食べた分だけ寿命が伸びてるってことです。だから本当はやっぱり野菜はお薬なんですね、なんていうような話ですね。医療で、伸びたというのはやっぱり錯覚だと思います。はい、じゃあ、はい、それじゃあ、はい、まあ、今お答えになったかどうか分かりませんけれども、まあ、ちょっと最後の方は少し輸血血液製剤の話とはずれてしまいましたけれども、やっぱり最終的にはこの輸血血液製剤だけではなくて、いろんな薬は、まあ、同根だというふうなこともやっぱり僕たちとしては提言していきたいというふうに思っておりますので、改めまして、皆さんもですねご協力いただければ幸いかなというふうに思います。では4時半、過ぎましたので、今日の記者会見はここで終わりにさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。